新都心公園は沖縄県那覇市おもろ町にある都市公園である。2001年6月にアメク公園として供用が開始された。1987年5月に全面返還された米軍巻港住宅地区の跡地に造成された那覇新都心内に立地する公園である。2005年6月には正式名称として新都心公園へ変更された。 新都心内に立地する9つの公園の中では最も規模が大きく、それゆえ、那覇市の防災公園としての役割も担っている。多目的広場は災害時に大型車両が侵入することやヘリポートとして使用することを前提に、芝の路伴材には荷重体制のあるメッシュエレメントが使用されており、那覇市緑化センター地下には災害備蓄品の保管倉庫が設置されている。 また、公園内に設置されている二つの歩行者専用の橋は、災害時の避難路や緊急車両用の道路として利用できるよう設置されている。共用時の公園名はアメク公園であったが、この名称は1987年12月の年、計画決定時に決められたものである。1991年2月に行われた事業認可時にもこの名称が使われたが、 あくまで都市計画、公園整備事業認可名称であり、過小という扱いになっていた。そのため事業完了後の2003年度以降に名称を変更することが検討されていた。名称の変更に関しては、1998年11月に住民側からメカルハゴロモ伝説の由来を残すため、メカルハゴロモ公園にするよう要請されていた。また、 同年十二月には、公園が立地する町名を当時予定されていた、おもろ町三丁目から、メカル一丁目へ変更する要請も出されていた。最終的に町名に関しては1九9九年六月に、当初予定されていた名称となっており、公園名も、所在地の町名がメカルとならなかったことから、メカルが含まれる名称とはならず、2 0 0年6月を、もって公園が立地する。 那覇新都心を由来とする、新都心公園が正式名称となった。なお、アメク公園の歌唱であったときは、天久運動公園や、天久総合公園という名称も使用されていた。那覇市公園一覧、平成17年6月定例会、6月10日から06、5、那覇市議会録、2010年3月27日閲覧。 平成21年6月定例会、6月10日から05、5、那覇市議会6、2010年3月27日閲覧。平成21年2月定例会、2月23日から0二5、那覇市議会6、2010年3月27日閲覧。平成17年6月定例会、6月6日から0二5、那覇市議会6、 2010年3月27日閲覧。新都心公園、おもろ天空協会通識。那覇市。2010年3月27日閲覧。平成11年6月定例会。6月22日から08号。那覇市議会録。2010年3月27日閲覧。地名、住民側、メカル1丁目を希望。おもろ町3丁目に待った。 琉球新報。2010年3月27日閲覧。那覇市広報第1412号。那覇市。2010年3月27日閲覧。平成16年6月定例会。6月16日から04、5。那覇市議会六2010年3月27日閲覧。平成16年6月定例会。6月22日から08、5。 那覇市議会録、2010年3月27日閲覧、ありがとうございます。